ハゲキンです。ヒカキン TV Everyday。 ハロー YouTube。 どうもハゲキンです。そうなんです、ついに私ヒカキンハゲキンになってしまったんです。ま、仕方のないことです。人は年を取ります。私ヒカキン今年の4月で30歳になります。今思い返してみると、僕が小学校の時の、30歳の先生はハゲてました。ごくごく自然なことです。仕方のないこと。それではもったいぶってないでお見せしましょう、私ヒカキンの真の姿。ハゲキンの姿が、うわあ、こちら。はい、そうなんです。ハゲキンなのはこのぬいぐるみでした。これやばいでしょ。ま、ポン。僕もかなり来てるんだけど。ネットニュースになったらどうしよう。ハゲキンです。これ上昇してるよな、ここ。超絶上昇してるよな。このぬいぐるみがね、実はこうやってめくるとハゲキンになるっていうので動画にしようと思ったんですけど、まあ、実際僕もね、ゆっくりゆっくりこれね、来てるんだよ、ほら。ここ明らかに上昇してるでしょ。そう、ちょっとね、今日シャワー浴びてないの、プラス一日中帽子かぶってたっていうののコンボで、めちゃめちゃ髪の毛やばいんだけど、まあ、いつもね、こんな感じじゃん。いつもこんな感じじゃん。そう、いつもは、ほら、こんな感じですよ、ほら、こんな感じ。こっちから持ってきて、かぶして、まあ、いわゆるバーコードハゲの始まり。そう。で、いつもこれフェイクしてるんだけど、実はここ見るとそう、あれ落下した1個。そう、でもね、やっぱね、うん、超やばいなこれ。そう、でもやっぱね、仕方のないことだし、まあね、やっぱりファンの皆様、視聴者の皆さんになんか隠し事するってのも嫌だから、ちょうどぬいぐるみがね、これあ、ハゲるんだと思って、これを機会に僕もね、ちょっと上昇してきてることを思いっきり言っちゃおうかなと思って言いました。にしてもこれさ、実物と違ってめっちゃ可愛いでしょ、このハゲキン。下手したらさ、これ髪の毛ある状態よりこれ可愛いんだよ、これ。ほら、超可愛い。こんな可愛くハゲたらいいんだけどな、実物も。はい、ということで、まあ、もうね、ほとんどの方知ってると思うんですが、こちら、今ね、私ヒカキンがコラボレーションしている、アミューズメントパークのね、モーリーファンタジーさんとのコラボのぬいぐるみでございます。クレーンゲームで撮れるやつです。そう。で、今ね、これめちゃめちゃ大好評で、モーリーファンタジーさんでかつてないほどヒットしてるらしいです。実際にね、足を運んでクレーンゲームチャレンジしてくださった皆さん、ありがとうございます。なかなか手強いんだよ、これ。そう、なかなか手強いんだけど、運よく取れた皆さん、大切にしてくださってるとね、ツイッターとかで、ゲットしましたよとか、報告たくさんいただいています。ありがとうございます。で、そもそもね、なんで僕がこれ、ハゲキンになるかこれ、知ったかというと、もう、ワンステップでいけるから、これ。そう、ツイッターで、結構たくさんの人が、いじってたら、ハゲキンになっちゃいましたとか、ヒカキンさん、これ知ってます？これ、プロっていくとこれ、ハゲキンになるのっていう報告がね、結構来たんですよ。で、めっちゃ面白いなと思って、僕も、え？嘘でしょ？そんな簡単にそれ、ハゲキンになるわけな、なっちゃったよ。って言って、可愛かったから、あまりにも。そう。動画で紹介しようと思って。ただね、これ、髪の毛が縫い付けてあるんで、あんま思いっきりガッてやると、プチプチとかね、こう縫ってあるところが、ほつれちゃったり、壊れちゃったりするんで、そこは、優しくやるか、まあ、自己責任。そう。万が一これでブチってなんか、髪の毛が取れたんですが、ハゲキンになっても、保証できませんので、それはあらかじめご了承ください。はい。まあ、これ、黄色いハチくんがハゲキンになったってことは、
これ他の色もいけるわな。これモーリーオンライン限定のブルー、レアなやつです。そう、店舗に行かなくてオンラインでもねチャレンジできるんですけど、もちろんこの青いハチくんも、3、2、1、あ、ハゲキン、ほらハゲキンです。これどうもハゲキンです。これもう完全トレンディエンジェルのお二人の匂いがしてきてるよね。僕のこのちょっと前方から上昇してくるタイプね。はい。ということはこれ間違いないよな。ヒカキン TV と言ったらこれピンク色、僕のねもうテーマカラーでもあるピンク色。ピンクのハチくんも、あ、こちら、あ、これたったのワンステップ、あ、3、2、1、これあれハゲキンです。これほらハゲキン。優しくね、みんな優しくね。ただこれ完全なハゲキンだけど、今の僕のレベルで言うと中途半端ハゲキンな感じなんで、こんな感じかな。今の僕こんな感じだよね。まだなんとか大丈夫でしょう。まあでもね、このぬいぐるみがハゲキンだったから僕もね、このちょっとマジでハゲキンになってきてることが皆さんにこれカミングアウトできてよかったです。やっぱり勇気がいることなんですよ。いつもねこう前髪こう下ろしてさ、ちょっとこう、あ、ほらちょっと足りてないじゃんこの人が、そう、あのハゲキンちょっとね、あのフェイクハゲキンしてたんですけど、これを機に話そうじゃないか。そう、ことの発端を、ブーンブーン、そうだね、いい機会だし僕のハゲキンにまつわる歴史を話していこうと思うよ。あれはね、まずね、僕とにかくもうちっちゃい時も生まれた赤ん坊の頃からもう小中とかね、もうふっさふさだったのね。ふっさふさ、もうデコこんくらいしかねえよみたいなくらいふさふさで、で父親もふっさふさで 100% ハゲないだろうなって思ってたのね。 100% もう誰かに分けたいくらいだよと思って、髪の毛で、あの学生の頃のさ教科書とかでさ、歴史上の人物とかでこうハゲてる人見るとさ、みんななんかさクスクス笑ったりするじゃん、めっちゃハゲてるとか言って。で僕もね、もちろんそうやってねハゲてるなーとか言ってこう笑ってたわけですよ。それがまさかこの若さにして自分に降りかかろうとは怖いって思ったよ本当に。で、そう、僕のハゲキンストーリーの始まりは、まあこう学生の時ふさふさだったんだけど、あれはね20歳か21くらいの時、まあその当時はスーパーで働いてた時なんですよ。なんかこう僕結構ね今よりももっと髪長かったんですよね当時で。いつもこう朝出勤前にワックスつけてさ、こうセットするじゃん、ワックスつけてセットすんのね。そうで、今なんかこうもうなんか1級分けみたいな、もうこれ分け目ないじゃん。ただ当時は7、3分けくらいで、そう、こういう分け目があったわけ、こういう風に。で、セットしてたら、あれなんか調子悪いな、みたいな。セットがうまくいかねえな、みたいになったんだよね。そう。まあ、今もちょっとこれおかしいけどね。もうちょっと、このさ、生え際がもっとこの辺にあるべきなんだよね、本当はね。そう。で、なんか、21くらいの時に、なんかおかしいな、髪の調子が悪いな、と思ったんだよ。それが初めて。そう。で、そっからちょっとして、少しずつ気づき始めるわけ。あれ何かおかしい。嘘だろ、まだおい、まだ20歳そこそこだぞおい、そんなわけない、俺がそんなわけないっていうのがハゲキンストーリーの始まりだったんだよ。そう、ただあのそっからねじわじわ来てる感じかな、この8年ぐらい。そう、いやー頑張れよマジで。そう、ほんと油断してたんですよね。そう、普通ってさ父親の髪型とかっていうのを意識するじゃん。合うんだよ。まあ、人にもよると思うんですけど、あの案外よく聞くのがじいちゃん、それも母親側のじいちゃん、母方のじいちゃん、だ母親のお父さんってことね、の髪型に似てくると。と考えた時に、私ヒカキンのお母さん側のじいちゃんの髪型はあんだ、ってなったわけですよ、マジで。しょうがねえわな。で、じいちゃんに聞いたことあるんですよ。おい、じいちゃん、俺、来たんだけどさ、おい、来てるんだけど、お前、じいちゃんはいつくらいから来たのって。そしたらね、おー、でも30代とかは全然まだまだ、めちゃめちゃハゲてはなかったな。
って言ってたんで、もう深く考えないようにしようって思ったんだよね。そう。だから僕もね、なんとか。あと、10年。40だったら、まあ、ハゲてもいいかな、もう。うん。所ジョージさんみたいな、単発で金髪でおしゃれな髪型にできたらな、とか思ってるんですけど、あと10年粘りたいね。そうだよ。ネガティブになっちゃいけないんだよ。そう。動物界で言ったらね、ハゲワシとかいいんじゃん、ハゲワシとかさ。ハゲる系の動物って、ハゲてる方が、モテるんだよ。オス。そう。男性ホルモンで、強いから。強いオスはハゲるっていう。そう。そう。かっこいい人いっぱいいるから、海外の俳優さんとかでも、スキンヘッドでもめっちゃかっこいい大スターとかもいるし、あとはね、男の魅力っつうのはやっぱし、まあ、いろいろあるとは思うんだけども、まあ、その、どっしりしてる、まあ、安定感というか、まあ、経済力っていうのも男の大きな魅力であるから。うん。だからね、そういったところで、どんどんこう、のし上がって、なんとかね、ふっさふさなイケメンに、勝ちたいね。無理かな。ブーンブーン。はい、というわけで、上げてきてるネタでちょっと盛り上がっちゃったんですけど、まだ他にもラインナップが、あるんだよね、モーリーファンタジー。そう、これ、このシリーズ。まさか、まさかこのピンクのヒカキンくんも。これちょっとサングラスの形違うから、ちょっとだけ怖い人にも見えるわ、これ。ということは、こっちもいけるな、こっちもいけるでしょ。この子可愛いんじゃない？全部ハゲキンにするのが当たり前みたいになってきてるけど。うわーすごいね、これ。二度楽しめるから。過去と未来ですよ、これ。過去と未来の頭に。いや、すごいな。ほとんどいけるんだな。で、まさか、まさか、まさかこれはいけんのか？これは無理だろう。いきます。ガッ！あ、え？あ、これは、あれ？あれ？あ、ちょいハゲキン。あ？あ？ちょいハゲキンだこれ、ちょいハゲキン。今の僕くらいの感じ、ほら、見て。これリアル。にしてもこれ凝ってるね。これでもさ、いいわけじゃん。これでも。これはほら、段差のない感じね。これでもいいのに、わざわざこれ、もう一枚この布を上から被して、こうやって前髪っぽくしてんの。手間かかってんだよ、これ。このね、二重の布のこだわりがあってこそ実現したこれ、ハゲキンですから。素晴らしい。まあ、じゃあこれはちょいハゲキンということで、ここに置いとこう。ちょっとデコ広くなる。ってことはこれもだな。これもだな。よーいしょ。あー、あ、でも、ちょっとほら、なんかさ、おかっぱみたいで可愛くない？これもほら。これは可愛い。おかっぱで可愛い。で、あとは。ここです、ここ。このね、小さいボイスマスコット。押すとね、音が鳴るやつね。これもいけそうだねー。 YouTube YouTube 主役はハゲキンだ。これなんか頭の長さ的に一番なんかすごいハゲキンだね、これ。やばいな、これ。これ全部いける感じだな、多分、さては。うわ、いけちゃうわ、これ絶対。あ、ちょっとこれもね、ほんと自己責任で、気をつけた方がいいかも。あんまりやるとほんと壊れちゃうんで、これかなりリスクを伴うハゲキンです。ブーンブーン。で、これも。もうなんか慣れてきちゃったよ。手慣れた作業になってきちゃったよ、もうこれほら。いや、でもあれですね。いつか僕が、本当にね、本当に、真の破撃になった時に、皆さん、どうしますか？それでも僕が、好きですか？好きですよね。それでも。ぜひ、コメントお待ちしております。どうしよう、これで好きじゃないって言われたらもう、そしたらもう僕立ち直れないよ。よいしょ。オッケー。破撃軍団完成だ、これで。ちょっと一箇所にまとめるか。やばい。よく
く見たらこの子優勝だわ。これわかるかな、ほら一本だけ生えてんだよこれサザエさんのあの波平さんじゃん、これ完全にピンって一本だけあんだよここにはい、以上ヒカキンぬいぐるみはハゲキになって二度楽しめるという動画でしたこのね、モーリーファンタジーさんとのコラボのぬいぐるみの詳しい内容に関しては、以前挙げたね、クレーンゲームに挑戦する動画で詳しく説明してますので、ぜひ、説明欄から、動画ご覧ください。ぬいぐるみ以外にもこんなラバーマスコットもありますので、ぜひこの動画もしよければ評価グッドボタンぜひぜひお願いします。このヒカキン TV のチャンネル登録もぜひ、その他私ヒカキン Twitter、Instagram もやってますので、説明欄からフォローお待ちしてます。最後までご視聴ありがとうございました。じゃんけんタイム、いきますよ。最初はブンブン、じゃんけんポン、バイ。ダラク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 